現在、当地域に第3種次元災害警報が発令されています。市民の方は急いで避難所に避難してください。繰り返します。現在、当地域に第3種次元災害警報が発令されています。市民の方は急いで避難所に避難してください。宇月隊長、この状況下であくびとは緊張感がなさすぎるのでは？仕方ないでしょ、昼寝中いきなり呼び出されたんだから。少しは緊張してください。次元種が出現しますよ。どうせ E 級の雑魚ばっかでしょ。ここは平和の都市アカツキなのよ。まったく。ところで、あの子たちは何？あんた避難誘導くらいしときなさいよね。ああ、彼らは今回新たに配属されたクローザーだそうです。え、ただの子供じゃない。最近はあんな子供たちでも実戦に投入するってわけ？あえて若い能力者を集めたと聞きました。ユニオンの新たなプロジェクトだそうです。へえ、つまりユニオンの秘密兵器ってわけね。じゃあ、あとはあの子たちに任せて、私たちは撤収しちゃおっか。正直、まだ眠いのよね。隊長、無責任な発言は。位相の歪曲反応を検知、次元種、出ます。オッケー、はいはい、さっさと片付けて撤収するわよ。え？何？全然出てこないけど。隊長、大変です。うん、何が大変なの？位相歪曲率の幅が基準値をはるかに超えています。はあ？そんなことあるわけないでしょ、機械の故障じゃないの？次元種出現します。サマナータイプを確認。まさか、あれは C 級次元種です。なんで C 級次元種が暁に？理由を考えるのは後にしなさい。全隊員射撃開始。通常攻撃では歯が立ちません。一旦引きますか。位相貫通弾を持ってきて。あれならなんとかなるはずよ。一発100万以上する特殊装備ですよ。うちの予算で購入できる代物じゃありません。ち、安全区域だからって予算ばっか削減しやがって。もしもし、聞こえますか？はいはい、聞こえてますよ。保険の営業とかなら後にしてもらえますかね。今ちょっと、それどころじゃないんで。いや、そういうのじゃなくて、ユニオンの織江高梨と申します。高梨だか高品だか知らないけどね。とにかく営業なら後にし。え？ユニオン？はい、 C 級次元種の出現に伴い、現時点からこの作戦の指揮権は我々ユニオンに移譲されました。後のことは私たちクローザーに任せて、特警隊の皆さんは急いで撤退してください。オーケー、あとはお願いしますね。みんな撤退するわよ。隊列を維持しつつ二次ラインまで下がって。こんにちは、ユリアスマさん、聞こえるかしら？私はクローザー管理エージェントの織江高梨です。本作戦の指揮権は私にありますので、これより私の指示に従ってください。というわけで早速なんだけど、まずは特警隊の真宙宇月警部をサポートしながら、この先に出現した次元種を倒してちょうだい。 D 級までの次元種なら通常の装備でも対応できるんだけど、 C 級以上の場合、一部の特殊装備を除けば、あなたたちのように輸送力を扱えるクローザーじゃないとダメージを与えるのが難しいのよ。はーい、とりあえずあそこにいる次元種を全部倒せばいいんですね。よし、それに
しても凶暴そうな顔してるわね。ちゃんと倒せるかな。大丈夫よ。 C 級といってもある程度の移送力を持っていればそれほど脅威にはならないわ。基本的には攻撃とジャンプ、この2つを覚えておいて。 Z キーで攻撃、 X キーでジャンプすることができます。攻撃とジャンプ、よし覚えた。そう、その2つさえ覚えておけば。って違った、ラッシュとか連続攻撃とかもあるみたい。2つじゃないじゃない。同じ向きの方向キーを2回連続で押すとキャラクターがラッシュします。 Z キーを連続で押すとそのキャラクターの基本コンボで敵を攻撃することができます。言い忘れてたんだけど、装備は支給品以外に戦闘やショップなどから入手してアップグレードできるわ。インベントリに支給されたアイテムがあるでしょ、それを装着してみて。これってタダですか？タダならすぐにつけてみます。 I キーを押すとインベントリ画面を開くことができます。装備アイテムはコア、モジュール、シールドに分かれています。コアはメイン攻撃武器、モジュールはサブ攻撃武器、シールドは防御アイテムです。入手したアイテムをスロットに合わせて装備してみてください。アイテムはマウスの右クリックで装着することができます。今度はより効率的に移送力を使う方法を教えるわよ。スキルを使用すると基本攻撃とは異なる別のアクションができるわ。緊急回避スキルであれば敵の攻撃よりも早く交代できるとかね。レベルアップ時に獲得できるスキルポイントを使用するとスキルを習得できます。スキルは通常の攻撃よりもはるかに強力な上、基本攻撃をキャンセルして発動することが可能です。通常攻撃とスキルを組み合わせてコンボを試してみましょう。スキルレベルが上がると空中での発動やスキルキャンセルなど特殊機能が追加されたりします。なお緊急回避スキルはスペースキーを押して使用することができます。いわゆる必殺技ね。よーし行くぞとしても使えるけど、クールタイムが長いから注意しろだって。ああ、今なんか読んでましたよね。ん、え、まさかそんなはずないじゃない。これはそう、高度かつ過酷な訓練によって頭の中に叩き込まれた知識を。そんな言い訳じゃ騙されないんだから。あ、近くに高次元反応を確認したわ。これはB 級次元種。あ、もうほら話そらそうとしてる。いや本当なんだってば。言えない、なぜこんなところに B 級次元種が。気をつけて。
B 級は C 級以下の次元種の召喚や統制が可能な指揮官クラスの次元種よ。さっきまでの敵と一緒だと考えない方がいいわ。でもあそこまでどうやって行けばいいの？まさか自力で登れって言うんじゃ。ちょっと待って、高い移走力を持ったクローザーのみが使用可能な技術もある。サイキックムーブと呼ばれるこの技術は脚部に移走力を集中することで空中を移動する技術。これよこれ。やっぱり何か読んでたんじゃない？特定の位置にキャラクターが到着すると自動的にサイキックムーブを使用してマップを移動します。統率しているやつさえ倒せばこの辺りの次元種は力を失うはずよ。慣れたかしら。よく来たわね。私の名前は覚えてくれたかしら。念のためもう一度挨拶をするわね。今日から正式にあなたたちを管理することになる織江高梨よ。よろしくね。はい、よろしくお願いします。織江ちゃん、もしかして慣れ慣れしすぎました？まさかこれが原因で査定に響くなんてことあったり。元気な子ね。親しみを込めてくれてるならそう呼んでも別に構わないわ。それにそんな理由で査定が下がるなんてこともないから安心して。これが一級公務員の余裕ってやつなのね。なんて羨ましい。私もここで頑張れば織江ちゃんみたいな将来安定職ランキング上位の一級公務員になれますよね。今すぐあなたに公務員の苦悩と葛藤を教えてあげたいところだけど、それはまた今度にしましょう。それじゃあ早速任務を言い渡します。まず特務警察隊の真宙宇月警部から暁駅付近の調査許可証を受け取ってきてちょうだい。ブラックランブスの記念すべき初任務よ。臨時とはいえあなたはもうエージェントなんだから真面目に任務に取り組むようにね。わかった？了解。夢の一級公務員のために頑張ります。暁を守るため頑張りましょう。
ブリーフィングを始め、暁を守るため頑張りましょう。任務にはもう慣れたかしら。暁を守る管理エージェントの織江高梨です。活躍を期待していますね。うちの屋台を今後ともよろしくね。まったね。何か買ってくれると嬉しいな。マッコ、いらっしゃい。まったね。会えて嬉しいわ。私は里子白鳥。よろしくね。科学は私たちにとっていつも身近な存在。アンキューヒをエルギアのカスタマイズをご希望かしら。いつかあなたを改造してみたいのに。残念ね。
私にくれるの？本部から支給された制服よ。あなたはもうクローザーなんだし、見た目からしっかりしないと。サイズは合ってるかしら、確認してみて。胸がちょっと、あ、いや、かなり苦しいかも。あと、ウエストがゆるいかな。これ本当に私の服ですか？実は本部のミスで、あなたじゃなくて私のサイズで仕立てたみたい。もしかしたら合うかなと思ったんだけど、やっぱりダメだったみたいね。最近のこの発育といったら、一体何を食べてるのかしら。うわ、あれ、やっぱりぴったりみたい。一周回ってオーダーメイドみたいなフィット感。悲しくなるからもういいわ。今後の任務も頑張ってね。任務にはもう慣れたかしら。それじゃあ次の任務行くわよ。暁駅付近で次元種が暴れ回っているとの情報を入手したわ。周辺の市民は避難させたけど、このままだと多くの人の足に影響が出る可能性が高いでしょうね。そうなる前に現場の次元種を掃討してほしいの。ターゲットは低クラスの次元種ばかりで数も少ないと思うけど、油断は禁物よ。オッケーオッケー、暁駅付近ね。パッパッと片付けてくるから、ボーナス用意しといて。活躍を期待していますね。
補給品あるよ。有料だけど。みんないつもお疲れ様。任務ご苦労。お疲れ様。みんないつもお疲れ様。補給品あるよ。またねー。任務ごくみん補給品ある。またねー。任務ご残休。あとは任せて。織江高梨です。おかえりなさい。初の実戦任務はどうだった？ちょっと聞いてたより敵がいっぱい出てきて大変だったんだから。でもまあ私の手にかかれば余裕のよしこさんだったけどね。おかしいわね。暁や寄付金はそんなに大量の次元種が出現できないはずなんだけど。まあとにかくお疲れ様。新しく支給された装備があるから受け取ってちょうだい。任務にはもう慣れたかしら。それにしても次元種の数が多かったっていうのは気になるわね。一度理想力サプレッサーの状態を確認してみた方がいいかもしれないわ。ちょっと行ってきてもらえるかしら。ちなみに行くんだったらボーナスが欲しいなって。言及されるのが嫌ならさっさと行くこと。あ、そうそう、サプレッサーの場所は宇月警部が知ってると思うわ。冗談冗談だってば。オーリエちゃんってば真面目さんなんだから。今すぐ行ってきます。活躍を期待していますね。言ったばかりじゃない。
おかしいわね。最近物忘れがひどくなっててね。そうだ、あそこに立っているカイジトって警官に聞いてみて。私の部下なのよあいつ。細かい男だからきっと知ってるはずよ。またね。特警隊の、おや、君はブラックランブスのユリア・アスマさんだね。はじめまして、俺は特警隊のカイ・ジトーだ。何か困ったことでも？宇月警部さんが移送力サプレッサーの場所忘れちゃったみたいで。それは迷惑をかけたね。まったくあの人は。ああ、すまない。移送力サプレッサーは木更地区住宅街に設置されているはずだ。サプレッサーの設置区域に行けるよう遠隔操作でバリケードを開けておこう。しばらく待っててもらえるかな。お疲れ様です。これは。何？どうしたんですか？今ちょうど話してた木更地区住宅街で次元子と思われる反応を検知したようだ。レーダーの故障って可能性も考えられなくもないが、とにかく現場に向かう際は十分注意してくれ。行ってらっしゃい、ヘル。科学は私たちにとっていつも身近な存在なのよ。
サプレッサーの状態は確認できたかい？装置は動いてたみたいですけど、その割に次元種はうようよしてたし、もう最悪。サプレッサーが正常に起動しているのにか。そいつは妙な話だな。すぐに高梨管理官と宇月隊長に報告した方がいいかもしれないな。君のおかげで周辺の次元種反応は消えたみたいだし、とりあえず一安心と言っていいんじゃないか。とにかくお疲れさん。そういえばちょうど補給品が到着したところなんだ。受け取っていってくれ。はい。腹が減ったのか。ならすぐそこに屋台があるよ。よく行く隊員たちの話によると味も結構いけるらしい。まあ一部の隊員は食べ物ではなく定員が目的っぽいかな。腹が減ったなら行ってみるといい。高梨管理官へはこちらから報告しておこう。やれやれ悩みが。何か買ってくれると嬉しいな。どうもどうも、いらっしゃいませ。あなたが新しくこの地区に配属された新人クローザーちゃんね。はじめまして、よろしく。コンコンコン。わー、美味しそうな匂い。匂いばっかじゃお腹は膨れないわよ。何か買ってってくれるとお姉さん嬉しいんだけどな。じゃあこのフランクフルト一つください。あ、そうだ、お近づきの印にサービスであげるわよ。あれ、ねね、あそこの難しい顔で手招きしている人ってあなたの知り合いよね。なんか深刻そうだし行った方がいいんじゃない？またお越しくださいな。管理エージェントの。おかえりなさい。お腹いっぱいになった？あそこのフランクフルトすっごいボリューミーで美味しかったよ。あー、でもこんなに食べたら太っちゃうかもな。あなたは細いんだから少しぐらい食べても変わらないわよ。私なんかね。ごめんなさい、思わず取り乱しちゃったわ。ところで特警隊の児童隊員から話は聞いたわ。サプレッサーが稼働していたのに大量の次元種が出現してたんですって。そうそう、森江ちゃん、これって報告しないといけないんじゃない？報告はしたわ。でも本部からは私たちの見間違いだと。私が嘘言ってるってこと？嘘でしょ、信じらんない。落ち着いて、私はあなたの言ってることを信じてる。でも本部が聞く耳を持ってくれないのよ。サプレッサーの点検チームを送るとは言ってたけど、正直あの調子じゃ当てにはできないわね。そこで提案なんだけど、私たちだけで原因を調査してみない？嫌な予感がするの。このまま放っておくと後々取り返しのつかない事態に発展してしまうような。オッケー、それで私は何をすればいいの？実は以前のデータを調べてみたんだけど、数年前にも一度同じような状況が発生したことがあったみたいなの。ここではなく別の場所で。もしかして知ってるかしら、時の広場という大型ショッピングモールなんだけど。ああ、ちっちゃい時家族で行ったような。3年前なんだけどね、時の広場に次元種が現れたみたいなの。サプレッサーが正常に稼働している状態にもかかわらずね。そしてその後も頻繁に次元種が出現するようになり、ショッピングモールは完全に閉鎖されたってわけ。今はユニオンがその建物を買い取って新規クローザーのための訓練施設として活用しているわ。そこに行って手がかりを探ってみてくれない？特警隊の隊員にはシールドを開けておくように言っておくから。でも3年も前に閉鎖されたんでしょ？今さら何か見つかるかな。まあね、でも手がかりが見つからなかったとしてもあなたにとっていい訓練になるはずだわ。どっちみち新設チームのブラックランブスは訓練場での訓練を一定時間行う必要があるし、面倒だけどついでだと思ってお願いしたいの。現場には次元種がうようよいるから気をつけてね。はーい、了解。さっき余分なカロリー取っちゃったし、一暴れして消費してきます。
管理エージェントの任務の内容を一度整理するわね。時の広場訓練場で訓練と調査を進めてほしいの。名目上は訓練だけど、調査の方も忘れないでね。気になったことがあれば報告して、暁を守るため頑張りましょう。お疲れ様ですよ。お疲れさん。話は聞いたよ。調査と訓練で時の広場に行くんだって。特警隊でもサポートさせてくれ。ほら、特警隊の…で、どうだった？おっきい次元子を見つけちゃいました。ぷかぷか浮かぶ幽霊みたいなやつ。自分より下位の次元子を際限なく召喚して、もしかすると3年前に起きた次元子だが、なぜ3年もの間。いずれにせよ放置すれば次元子のか…それじゃあさっさと退治しないと。今からまた行ってきた方がいいかもですね。やれやれ、悩みが尽きないな。
況はモニタリングしていたわ。ボイドタイプの B 級個体を撃破したのね。よくやったわ。想像よりもはるかにいい結果よ。お疲れ様。ブリーフィン。ねえねえ、もしかして3年前の事件ってさ、さっきの B 級次元種と何か関係あるんじゃない？断定はできないけど、原因の一端ではあるでしょうね。奴は出現した後、継続的に怪次元種を召喚し続けてたでしょうし。ただそうだとすると新たな疑問が生まれるわ。他の次元種は奴が召喚していたとして、奴自身は一体どうやって時の広場に現れたのかしら。それに3年もの間沈黙してたのに、なぜ今になって活動を再開したのかも疑問ね。話が難しすぎて頭が爆発しそう。そこまで無理して考える必要はないわよ。とにかくもう少し調査すべきだと思う。もう一度現場に行ってもらえないかしら。時の広場の中心部、ショッピングモールに。破壊されたショッピングモールね。私は現場で体を張るから、オリエちゃんは頭を使って謎を突き止めて。いい役割分担でしょ。活躍を期待していますね。うちの屋台は。またお越しくださいな。会えて嬉しいわ。私は里子白鳥、よろしくね。科学は私たちにとっていつも身近な存在なのわ。
お越しくださいな。ブリーフィングを始めましょう。お帰りなさい。それで何か見つかった？次元種がいっぱいいたってだけ。他は何も見つけられずって感じ。そう、何も発見できなかったか。とりあえず訓練場での基礎訓練はこれで終わるよ。収穫はなかったけど気を落とさず行きましょう。あとこれは基礎訓練を終えたエージェントに支給される装備品よ。受け取ってちょうだい。ブリーフィン、あ、ちょっと待って、本部から連絡が入ってきたわ。緊急事態よ。ショッピングモールに民間人が取り残されている模様。個人の携帯電話から救助要請を受信したとのこと。どうやら無許可で入って閉じ込められたみたいね。民間人が？なんでそんなことしちゃったのよ。もうそれはこっちが聞きたいわ。とにかく急いで現場に出動して。それと周辺の移送係数が上昇しているとの報告があったわ。おそらく現場の次元種は手強くなっているはず。暁を守るため頑張りましょう。これはこれは、助けに来てくれたのですか？はっはっは、危うくミイラ取りがミイラになるところでした。おっと、詳しい話は後ほどにするとして、とりあえず、奴らをお願いします。助けていただいてありがとうございました。ぜひともお礼をしたいので、暁広場に戻ったら私にお声かけください。それでは暁広場でお待ちいたしております。
気してた？こんにちは。元気してた？お疲れ、お疲れ様で、やれやれ、特急、いってらっしゃい、ケル。エージェントの織江高梨です。お帰りなさい。無事民間人の救出に成功したようね。次元種から市民を守るのはクローザーの重要な使命よ。お疲れ様。ブリーフィングを。とそれにしてもあんな危険な場所で何してたのかしら。確認する必要があるわね。悪いけど彼が一体何者か、それと立ち入り禁止区域に入った理由を確認してきてもらえる？いってらっしゃい。バルチャーズはいつもお客様のそばに。またお越しください。信頼と安心が信条のバルチャーズ。これはこれは先ほどのクローザーの方ですね。ありがとうございます。あなたが来てくれなかったら危ないところでしたよ。怪我なくてよかったですね。まあそれは置いといて、名前とあそこに入った目的って。おっと、ご挨拶が遅れました。私エイジ・ワシズカと申します。バルチャーズのエージェントです。バルチャーズとはまあ言ってみれば対次元子に特化した特別な機器の開発メーカーですな。ユニオンと正式に契約を結んだね。次元子の残骸を研究し対次元子用の装備を開発する。それをユニオンに提供しているのですよ。まあユニオンとは互いの利益のためのビジネスパートナーといったところでしょうか。バルチャーズの
レイジ、鷲塚さん？どうしてあんなところに？先ほど説明したではありませんか。我々は次元子の残骸で早期現場へは新装備の素材調達のためです。ユニオン。ダメですよ、いくらお金が欲しくたって命よりも大事なものはないんだから。でも私がそんなことを言えた立場じゃないけど。もしや心配してくださっているの？あ、もちろん。お代はお支払いしますよ。ひとまずこれを差し上げます。それでは今後ともバルチャーズをよろしくお願い。バルチャーズの、そうそう、そういえば一つ面白い話、人影を見たのですよ。顔に黒い包帯を巻いていたので。もしかして次元種が人を連れ去ったってこと？どうでしょう、私はそん…よろしい、お話ししましょう。そう、そしてその次元種が、ま…次元種ってそんな感じで召喚されたりするものなんですか？まあ見間違えですが、かなり興味深い情報で差し出がましいようですが、上の方にまたお越しください。お客様、あなたにおすすめのアイテムがありますよ。ブリーフィン、お帰りなさい。例の民間人について何か分かった？うん、そのなんだったっけ。あ、そうだ、バルチャーズの人だって。バルチャーズ、そう、次元種の残骸を入手しようと危険地域に入ったのね。ほんと困るわよね。協定があるから文句もあまり強く言えないし。そのバルチャーズのおじさんなんだけど、ショッピングモールで次元種を召喚する人を見た。黒い包帯で顔を覆った変な人だったみたい。にしてもあいつらを召喚なんて、そんなことできるの？人間が次元種を召喚？そんなバカな、ファンタジーでもあるまいし。いい？バルチャーズの人間をむやみに信じたらダメよ。お金になりさえすれば何でもする人たちなんだから。また何かよからぬことを画策しているんでしょうけど。まあいいわ、一旦ショッピングモールの調査と訓練はここで切り上げ。今のところ大きな収穫はなかったけど、モニタリングした内容をもう一度分析してみれば何かわかるかもしれない。でも私、さっきの話は嘘じゃないって気がするのよね。もし事実だったらどうする？サプレッサーかなんだかを無視して次元種を呼び出す人間が本当にいたとしたら。それが事実なら暁地区一帯に次元種が出現した原因がその人物にある可能性が高いと言えるわね。そして3年前と今回考えすぎね、そんなことあるはずないわ。さ、確証のない話はこのくらいにしましょう。それよりも宇月警部のところに行ってもらえる？あなたに頼みたいことがあるらしいわ。暁を守るため頑張りましょう。気楽に行こう。やっと来たわね、待ってたわよ。どうもどうも、まひろっち。何かあったの？突然なんだけど、暁地区にはもともと移送力サプレッサーが2台設置されてるの。1台は君がこの前行ってきた木更地区住宅、もう1台は木更地区路地裏で、ここからが本題なんだけど、困ったことにその木更地区路地裏に次元種が出現しちゃってるっていう報告が来たわけ。え？またサプレッサーの近くで？信じらんない。もしかして壊れてんじゃないの、あの機械？そうなっちゃうわね。で、今回のことはユニオン本部に報告。本部では今回出現した次元種は、そこで私たちに今回現れた次元種のサンプルを採取してくるよう指令が降りてきたってわけ。まったく、急にそんな命令出すんじゃないっつーのちゃん。サンプル採取？私頭良くないから難しいこと言われてもわかんないよ。方法はものすごく簡単よ。君たちが持っている装備で敵を倒すだけ。武器に残された次元種の体組織からサンプルを採取するってわけ。10体分のサンプルが必要らしいのよ。ちょっと行ってきてもらえない？つまり次元種をたくさん倒してくればいいってことな。
なんだ簡単じゃん。すぐ行ってきます。やっほー。念のためもう一度木更地区路地裏でついでに地域内の受験紙を掃除してきてくれると私の仕事も減って一石二鳥なんだけどね。またね。百景隊な。あれ？もう行ってきたの？ずいぶん早くない？ Time is money。 時は金なりってね。さてと、私はそろそろご飯の支度をしないと。ちょっと待ってね。とりあえずこの簡易調査キットでサンプルを確認してみるから。ん？あれ、ここをこうすればいいのかな。あ、合ってた。
これは随分とまた。なんか嫌な予感が。それがね、君が採取してきたサンプルから特殊なフェロモン反応が検出されたわ。ボスに服従する次元種にだけ現れるフェロモンよ。じゃあどこかに次元種のボスがいるってこと？うむ、その可能性は高いと言えるわね。ああ、こりゃまた面倒なことになりそうな話ね。そうだ、いっそ見なかったことにすれば。そんな目で見ないでよ。やっほー。仕方ない、仕事を分担しましょう。君は木更地区路地裏。私はここで警備してるからさ。あ、それってただ休憩してるってことじゃないの？なんて理不尽な役割分担。騙された。終わったら昼寝タイムにしよう。お疲れさ。やれやれ、特許やれやれ、悩みが尽きないな。
なる話は宇月警部から聞いたわ。現場でのあんな次元種が出てくるなんて聞いてなかったよ。ちょっと危なかったもん。あなたの装備に保存された戦闘記録から検索したんだけど、 B 級に該当する次元種であることが判明したわ。赤月地区で B 級以上の次元種状況が徐々に悪くなっていくわね。まだ見習いだから安全な地域に配置されるっていう話だったのよ。ため息をつきたいのは私の方よ。順風満帆にエリートの階段を登っていたはずなのに。とにかく私はこれから今の状況を指示が来るまでしばらくゆっくりして、暁を守るため頑張りましょう。特警隊のそんな悠長なこと言っててどうするの。はあ、この野郎全部むしり取るわよ。うわ、ごめんなさい。ユリ、君のことじゃないわよ。実はシンクラノ駅に次元種が出現したらしいのよ。シンクラノ駅？この時間ってちょうど通勤時間の真っ最中なんじゃない？そうなのよ。まったく人様の都合を考えて現れろっつーの。それで市民救助のために部下を装甲車で向かわせたんだけどさ、中型の次元種が道を塞いでて、これ以上の侵入が難しいって泣き言を言ってきたのよ。のんびりおしゃべりしてる場合じゃないじゃん。装甲車は入れるようにしないと。いきなりで悪いんだけど、うちの隊員シンクラの駅にいる。困った時はお互い様。すぐ行ってきます。またね。特急、またね。お疲れ。特急、やれやれ、悩みが尽きないな。それでは再び待機します。
リエージェント。最悪の状況は免れたみたいね。あなたの活躍のおかげよ。やるじゃない。任務には最悪の状況は免れ。オリエちゃん、私実はちょっと怖いんだよね。さっき駅の近くでそのモヤモヤを感じたの。言葉で表すのは難しいんだけど、すごく嫌な感じだった。最近いいニュースとはめっきりご無沙汰ね。もしかすると近くに強力な次元種が出現したのかもしれないわ。それでもやるしかないっていうのがお役所勤めの辛いところだけどね。そうだよね。心配しててもしょうがないか。よし、気を取り直して行ってきます。行ってらっしゃい。任務には暁を守るため頑張りましょう。会えて嬉しい。いつかあなたを改造してみたいのに。残念ね。
えて嬉しいわ。私はサトコ白鳥、よろしくね。いつかエルギアのカスタマイズをご希望かしら。科学は私たちにとっていつも身近。スキルキューブ、会えて嬉しいわ。いつかあなたを改造してみたいのに。残念。